クラブの牛木純太郎です。前回も、来週初参戦でタイトルマッチやって、その時たまたまって声が多くて、もう本当に僕この半年間死ぬ気で追い込んできました。それが甲子園喧嘩につながって本当に嬉しく思います。僕この半年の間に、なんか SNS 頑張ったり、YouTube 始めたり、それはライジンっていう舞台が大好きで、ライジンファンのみんなの熱い気持ちが大好きで、もっと盛り上げたいっていう気持ちがあって始めました。すごく不器用なんですけど、皆さんのこと大好きな気持ちは変わらないんで、皆さん第2代ライジンフェザー級チャンピオンの牛久純太郎に僕を信じてついてきてくれないですか。皆さんと一緒ならマジで不可能はないと思ってるんで、それを試合を通して僕が体現したいです。それにはやっぱり皆さんと一緒に僕も強くなりたいです。だから皆さん、これからは第2代ライジンフェザー級のチャンピオンの牛久純太郎の応援よろしくお願いします。僕は皆さんのことを裏切ったりしないんで、皆さんよろしくお願いします。